ソフトバンクグループソフトバンクグループジャパンソフトバンクソフトバンク株式会社はソフトバンクグループ株式会社参加の会社で携帯電話などの無線通信サービス及び長距離国際通信を提供する日本の大手電気通信事業者2015年7月1日にソフトバンクモバイル株式会社から称号を変更したソフトバンクが展開する ソフトバンクブランドの携帯電話についてはソフトバンク、当社との協業による MVNO や当社が吸収合併した事業者から継承したたブランドなどについてはそれぞれ別記事で扱う。会社組織上の原点は日本国有鉄道が分割民営化するのに先立ち、1986年に国鉄の鉄道電話事業の継承を目的として設立された。 鉄道通信株式会社である。その後、1989年に、旧国鉄が新電電子会社として設立した日本テレコムを九州合併し、JR 通信は日本テレコムへ解消した。日本テレコムは1991年に、携帯電話事業に参入するため、関東甲信地方、東海地方、近畿地方地域において、パシフィックテレシス、 JR グループ他との共同出資でデジタル本グループを設立。北海道、東北地方、北陸地方、中国地方、四国並びに九州ではデジタル本として参入せず、1994年に日産自動車他との共同出資でデジタル通貨を設立。IDO と DDI セルラーと同じくローミングにより全国サービスを提供した。 1997年からデジタル本デジタル通貨の共通のブランドとして j フォーンを制定。1999年に日産自動車が資本撤退したデジタル通貨はデジタル本の地域会社に吸収合併され2000年に日本テレコムとボーダフォンの出資会社である j フォーン株式会社がデジタル本の地域会社を参加に入れ吸収合併により一社へ集約した。 また、同年11月に、国内で初めてカメラ付き携帯電話を市販化し、キャンペーンの一環としていった、内シメールは、JFON の市場占有率を引き上げるきっかけとなった。2000年から、イギリスの携帯電話会社ボーダフォンが、JFON の M&A による日本の携帯電話事業への参入を狙っていたが、親会社である、日本テレコムは乗っ取りを懸念したことで1999年に、 BT グループ AT&T と出資を受け入れていた。しかし、環境の変化により、ボーダフォンが2001年10月に日本テレコム株式の過半数を既存株主から買収することに成功したことで、日本テレコム及び J フォンはボーダフォングループとなった。宣伝や端末などには J フォンとボーダフォンを併記したシンボルロゴを直ちに採用。2002年には、 第三世代移動通信システムのサービスとして、ボーダフォングローバルスタンダードを開始した。2003年10月に、ボーダフォンは日本テレコムホールディングスから会社分割した日本テレコムをリップルウッドホールディングスへ売却し、翌11月に j フォンはボーダフォン株式会社へ称号変更を実施。2004年7月30日付でソフトバンクが日本テレコムを買収。 ボーダフォンでは2004年7月は競合他社との料金面での競争激化や通信エリアの不満から新規契約数より解約数が多くなった。2006年3月 BB モバイルによる携帯電話事業参入を計画していたソフトバンクグループが A ボーダフォンからボーダフォン株式会社の株式と資産、負債を日本企業として 最高額となる1兆7500億円で買収する旨を発表。同年10月1日をもって、ボーダフォン日本法人はソフトバンクモバイル、日本テレコムはソフトバンクテレコムへ社名を変更した。2007年4月より、口座振替のお知らせ、利用料金の案内など紙の請求書は有料化された。2015年4月1日付でソフトバンクモバイルが、 ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、Y モバイルを吸収合併。これに伴い、完全、親会社の BB モバイルの出資が75.81%となり、ソフトバンク本体パ24.18%、その他0.01%の出資構成となった。また、社名は変更がないながらも、BB 及び Y モバイルの ADSL 事業、テレコムの長距離、 国際事業といった固定系通信事業も手掛けることになる。また、Y モバイルを継承したことにより、一社で固定通信と PHS を兼営することになった。2015年7月1日付で、持ち株会社のソフトバンクがソフトバンクグループ株式会社に称号を変更すると同時に、ソフトバンクモバイルが称号を承継し、ソフトバンク株式会社となった。 称号変更については、携帯電話事業などの移動対通信事業だけでなく、固定通信事業、インターネット接続サービスと、事業領域が拡大したことによるとしている。なお携帯電話のブランドについては、過去の経緯などからの名残により、現在もソフトバンクと Y モバイルのデュアルブランドとして並存している。2015年12月1日付で、中間持ち株会社であった。 モバイルテック及び BBE モバイルがソフトバンクグループに吸収合併され、同社が99.99% 99の株式を直接保有することになった。か。ソフトバンクモバイルに解消した2007年度から、純増数では NTT ドコモや KDDI、沖縄セルラー電話連合の AU、Y モバイルウィルコム沖縄連合の E モバイルなどを抑え1位となる月が増え、 純増数が26ヶ月連続で首位となり、翌月 NTT ドコモに抜かれるが再度その翌月に、首位となるなど激しい加入者競争を繰り広げた。これは、ホワイトプラン、ホワイト家族24など、契約期間を約束する代わりに、基本料金を抑えたプランの人気が高いこと、加えて、いわゆるスパボ一括、法人向けには大規模な無料貸し出しを行っていること、 2011年夏まではソフトバンクモバイルの専売機種であった iPhone iPad の人気などが理由として挙げられる。日本国内の携帯電話契約数は約3976万契約であり、日本国内の携帯電話市場における市場占有率は3位。NTT 東西のナンバーリクエストに相当するネットワークサービスは国内の無のでは唯一対応していない。 このため、当社の MVNO であるエモービル 4GS やウィルコムコア e 3G など、自社回線では対応していながらも、MVNO 回線では対応していないという、現象も生じている。口座振替へのお知らせ、利用料金の案内など紙の請求書は2007年4月より、有料化された。2015年4月1日にワイモバイルを合併した、あと、 Y モバイルが行っていた通信サービス Y モービレを引き続き自社サービスとして行っており実質的にソフトバンクに次ぐ第二の通信サービスとなっている合併以前は一方が他方の MVNO として双方の通信エリアを利用していたものが合併によりどちらも自社網として利用する形に移行したことになるさらに2018年4月には LINE が運営する メガボルトナンバーラインモバイルの株式の51%を取得して子会社とした。これによりソフトバンクには自社及びグループ企業を合わせてソフトバンク Y、モービレラインモバイルという3つのブランドを抱えることになった。2021年2月、完成権の値下げ要望によりオンライン専用連貨プランのラインも発表。ラインモバイルは新規受付は終了した。 ソフトバンクでは上記3ブランドを下記のようにカテゴライズしている。J 本の親会社であった日本テレコムはデジタル通貨各社の共同出資者である日産自動車の資本撤退により同社が債務保障をしていた設備投資に伴う借り入れ金8000億円の負担や WCDM a の設備投資を控えていた。1999年にアメリカの旧 a t t イギリスの BT からそれぞれ15%ずつの出資受け入れにより資金調達を図った。JT の親会社であった JR 各社は JT 株の33.8%を保持していたため経験は確保されていたが国鉄時代からの債務縮小に力を入れていた JR にとって JT はコストがかかる会社でしかなく さらに JT は JR に断りなく外資導入を決めたため JR との関係は悪くなる一方だった。1999年に事業会社の JFON に直接出資していた米国エアタッチコミュニケーションズが、A、ボーダフォングループに買収されたことにより VFG が経営参画。VFG は JFON の買収により日本の携帯電話市場への参入をもくろみ、 2001年に AT&TBT 及び JR 東海、JR 西日本が手放した日本テレコムの株式を購入。同年9月には TOB 実施により JR 東日本からも日本テレコム株式を取得し、出資比率を66.73%にまで上げて VFG の子会社とした。日本テレコムを子会社化した直後の二千一年十月にいち早くブランドを ボーダフォンに移行することを決定。J ホンにボーダフォンを併記するデュアルロゴを採用してブランド認知度向上を図った。また、さらなる認知度と高緯度、先行度向上を目指してメールアドレスのドメイン強制変更を断行したが、これは大きな反感を買い混乱を招いた。このため、ソフトバンクになった現在においても割り当てられた。 ボーダォンドメインのメールアドレスを初期状態のまま変更しない限り J フォン時代のドメインを使用したメールアドレスにメールを送信しても受信できるようにしている J フォン時代には写しメールなどのサービス展開により契約純総数を確実に増やし2002年3月末には戦略を決めあぐねていた au を全体シェアで追い抜きわずか1ヶ月とはいえ 累計加入者数で2位となったこともあった。しかし、日本とヨーロッパで統一した仕様の端末を出す、コンバージェンス端末戦略を取ったために、写しメールに続く話題となるサービスを出せなかった。その結果、クワルコムチップの進化とともに、着歌などのサービスをリリースした au など他キャリアに、シェアを奪われてしまう。また、口述する。 ローダフォンから銃の約束を後に保護する形となったり、ほとんどの利用者にとって事実上の値上げとなった、料金改定、端末調達絞り込みによる魅力源など、隠し策の多くは裏目に出た。こうした経緯から、VFG は、日本事業の見直しを迫られ、元、NTT ドコモ副社長の津田史郎をヘッドハンティングしたり、設備投資を増加させるなど手を打った。しかし、 株主からの利益確保への圧力、アメリカにおけるベライゾン社の完全子会社かの失敗、成長市場への資本集中などが重なったことと、ソフトバンクからの買収申し入れもあり、本国のアルン・サリーン CEO が日本事業からの撤退を決断。こうして、日本におけるボーダフォンの歴史は幕を閉じた。ボーダフォン買収以前の資本構成東日本、東海。 西日本の JFON 地域会社統合以前の JFON 株式会社の出資比率は以下の通りであった。ボーダフォンから10の約束2003年10月にボーダフォンへ社名変更を行う際に新施策を告知したもの。企業、経営理念のような過剰書きであるが広告展開に過ぎず同時期になってパッケット定額制を導入するなど他社では 当たり前のことやサービス名の変更など、抽象的なフレーズが占めていた。これを機に開始した、ハッピーボーナスハッピータイムなど、新割引サービスとインセンティブの支出増加で2004年3月期は、現役赤字決算となり、2004年6月には、ハッピータイムを終了。ボーダフォンから10の約束は半年ほどで消滅した。その後、約束保護として、 記者会見などで後々にまで語られることとなる。内容は以下の通り。機種変更を求めやすく、料金プランや割引サービスをパワーアップ先進機能搭載、優れたデザインの携帯を次々と E メール受信は今まで通り、J スカイはボーダフォンライブへ飛躍します。J フォンショップはボーダフォンショップへもっとグローバルに t b コールサービスを使いやすく、 パッケージプランの提供、j フォンの携帯は引き続きご利用いただけます。ソフトバンクは2006年3月17日、A ボーダフォンから日本法人を1兆7500億円で買収する契約を結んだと発表した。2ヶ月以内に子会社を通じて買取を完了する。買収資金のうちの1兆800億円程度は、買収先のボーダフォン株式などを担保に資金を 調達するルボ方式であり、残りをソフトバンクやヤフージャパンが出資する形で賄われることを明らかにした。当初、A ボーダフォンは日本法人株の一部を継続して保有し、ある程度の影響力を保持しようと考えていたが、ソフトバンクとの幾度となる交渉によって、結果として保有株のすべてを譲渡した。しかし A ボーダフォンは日本から完全に撤退するのでは、 なく、両社は、戦略提携をし、ジョイントベンチャーを設立する。また、A ボーダフォンは2006年4月27日までに、3000億円相当の優先株式、新株予約券と1000億円相当の列後債の投資を BB モバイルに対して行っている。2006年10月1日に、ボーダフォン株式会社は社名を、ソフトバンクモバイル株式会社、 ブランド名をソフトバンクに変更した。2011年11月30日をもって、a ーボーダフ o ンとソフトバンクモバイル間の法人向けを中心とした提携契約の更新を行わず、翌日よりボーダフォンが NTT ドコモを中心としたコネクサスモバイルアライアンスに加入する事業者の一部と提携する方針であることが明らかになっている。 4つのコミットメント2006年5月10日、ボーダフォン買収完了後初の決算発表会において、ボーダフォン改革の4つのコミットメントが発表された。県外が多い、端末に魅力がないなどの理由から解約が多かったとして、3G 基地局を現行の2万局から年度内に4万6千局に増やすこと、日本のユーザーのニーズに合わせた。 端末作りを行うことなどが約束された。3G ネットワークの増強を 3G 端末の強化コンテンツの強化営業体制、ブランディングの強化経過2015年3月まではソフトバンクの孫会社である BB モバイル株式会社が全株を保有し、BB モバイルの全株を保有する子会社モバイルテックを介して旧ソフトバンクがべての株式を間接保有していた。 なお、ボーダフォン株式会社をソフトバンクが買収する以前には、ソフトバンクが独自に携帯電話事業に新規参入する計画があった。BB モバイルはその事業会社となる予定で、総務省から2005年11月10日付で、BB モバイルに対し携帯電話事業が認定されている。しかし、BB モバイルは下記の手法でボーダフォン株式会社を参加に収めたことで、 携帯電話事業に参入したため、2006年4月28日に新規参入認定を総務省に返上することを発表した。2006年4月に行われた株式公開買い付けでは、応募があったのは99.54%で以下の株主構成となった。その後、2006年6月9日に総務大臣が産業活力再生特別措置法の事業、 再構築計画を認定。同年7月4日には参轄法を活用した現金交付による株式交換契約を締結。同年8月15日までに株式交換を実施し、78億円で少数、株主が保有していた残りの0.46%の株式を BB モバイルが取得し、ボーダフォンを完全子会社化した。親子関係は、 ソフトバンクグループモバイルテック BB モバイルソフトバンクとなりソフトバンクグループから見ると総損会社に当たる2015年4月にグループの他の通信事業者3社を吸収合併した結果 Qi モバイルの株主所有分が振り替えられたためごくわずかだがソフトバンクグループ以外の保有分が生じたこの時点の株主構成は以下の通り2015年12月1日に モバイルテック及び BBE モバイルがソフトバンクグループ株式会社に吸収合併されソフトバンクグループ株式会社が99.99% 99直接保有することとなった2016年7月1日親会社がソフトバンクグループジャパン合同会社に移動した二千九年三月十七日二千十年四月入社を目標に応募してきた学生の一部に営業 企画職のみのリベンジ採用として、特別採用コースの案内が、電子メールで送られた。内容は学生に対し2009年3月23日から2009年4月12日までに、ソフトバンクモバイルの携帯電話の新規契約を取らせ、その結果を、筆記試験、面接と,とともに選考基準に加えるというものである。なお、同社では採用するか決まっていない学生に対し、 実質的に営業をさせることについて、筆記試験、面接にはない選考基準を設けただけで、営業目的ではないとコメントしている。なお、グループ会社のソフトバンク BB やソフトバンクテレコムも同時一括採用のため、同様の採用条件を設けている。この選考について、労働基準法違反に抵触する疑いがあるとして、厚生労働省が調査を開始した。問題が。 社会的に注目を集めたことから、後にソフトバンクの新規契約数ではなく、販売モデルの提案や面接などの選考内容に変更された。2009年10月8日から2013年8月6日の間に、スマートフォンを分割購入した際に、分割支払い金や携帯電話料金を支払っているにもかかわらず、誤った信用情報が CIC と 日本信用情報機構に料金が支払われてない未入金として63,133件が登録されていたことを2013年10月1日に発表した。また、この事象に関連して、クレンに接続されている定型信用情報機関の全国銀行個人信用情報センターの加盟会員格者との取引時に悪影響を受けた。実際にご登録で、 クレジットカード審査やローン審査など、影響を受けた件数は16,827件と公表しており、影響を受けたと思われる顧客に対して、ダイレクトメールで謝罪と連絡をした。また、信用情報に含まれる内容をどう扱うかは、事業者によって異なる上、その審査内容は、非公開のため、ご登録に関して、信用情報の取引時に個別。 具体的にどんな影響があったかをソフトバンクモバイル側で詳細に調査、通知するのは難しいと述べている。ご登録事件は2009年にコンピュータシステムを回収した際のコンピュータプログラムの設定ミスが原因で2013年3月利用者からソフトバンクモバイルへの問い合わせがきっかけで発覚し同年3月末までに経済産業省に届け出ていたが 利用者への通知がご登録発覚から六ヶ月も後になったのは影響範囲の確認や関係各所との調整のため一般ユーザーへの公表までに時間がかかったとソフトバンクモバイル広報は説明している。問題発表の前日には二0 1三年当春商船向け新型スマートフォンの発表会を行ったが孫正沙義はご登録事件については触れず むしろ、重大な通信障害を起こしていないのは、ソフトバンクだけだと、競合他社の通信障害の事例を並べながら、850日間も、重大事故がないことを強くアピールしていたが、10月3日付の、産経新聞では、ご登録は通信障害ではないが、稀に見る、重大事故だ。個人の信用情報を傷つけ、単なる通信障害よりも、社会的影響は大きいと批判し、 インターネットユーザーもこのご登録事件について批判した。同社が2012年から2015年までの3年間にわたり東京国税局の税務調査によって契約62億円の申告漏れを指摘されていたことが2017年12月に判明した。このうち携帯電話の通信用アンテナの対応年数を30年に設定することで 一年あたりの資産の目減り分を毎年の減価償却費として税務申告していたことについて、減価償却費を過大に計上しているなどとして、約62億円の申告漏れを指摘されたほか、別会社に委託した研究開発業務費用約1億4000万円についても所得隠しに当たると判断され、重家算税を含め約17億円を追徴課税された。 2017年7月27日、店舗に対象となる商品を十分に準備していなかったにもかかわらず、Apple Watch を割安なキャンペーン価格で販売すると広告したとして、景品表示法違反で消費者庁から再発防止の措置命令を受けた。2016年11月3日から始まるキャンペーンの初日からほぼ全店舗で過半数の種類の在庫がなかった。 2018年12月6日、大規模な通信障害が発生。約4000万回線が日中の4時間半にわたってソフトバンクや Y、モービレで通話や通信できない異例の事態に陥った。原因は通信の用となる交換機のソフトの不具合で認証などの処理が進まず端末が通信できなくなった。この大規模な通信障害について総務省は 電気通信事業法に基づく重大な事故にあたるとみて、同社に対して事故原因などの報告を求める行政指導、業務改善命令を出す方針を固めた。区内社長は会見で大規模通信障害の後、4から5日間で約1万件もの解約があったことを公表した。この日はソフトバンクだけではなく、同じ会社のソフトを使用している。 日本国外11の通信事業者でも、ほぼ同時刻に通信障害が発生したことも公表している。2020年1月25日、ソフトバンクの元社員が不正に取得した機密情報を中日ロシア連邦通商代表部の職員らに渡し、現金を受領したとして、警視庁公安部に不正競争防止法違反の疑いで逮捕された。 逮捕容疑は2019年2月18日勤務していたソフトバンクのサーバーにアクセスし営業秘密である機密情報など経営2点を複製し不正に取得した疑いソフトバンクは多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫びするとするコメントを発表したソフトバンクの広報担当によれば逮捕された元社員は 事件当時は設備構築業務の省力化を推進する部門の統括部長を務めており、持ち出された疑いがあるのは工事の手順書で、捜査当局から連絡を受けた後、2019年12月中旬に懲戒解雇したとしている。7月9日、東京地方裁判所は、元社員に対し不正競争防止法違反の罪で、懲役2年執行猶予4年、 罰金80万円の有罪判決を言い渡した。中日ロシア連邦通商代表部の職員についても、不正競争防止法違反の強査容疑で、書類送検されたが、国外に出国しており再入国の見込みがないことから、不起訴処分となった。2021年1月12日、警視庁は元ソフトバンク社員が、同社から第5世代移動通信システムに関する、 技術情報を不正に持ち出したとして、不正競争防止法違反の疑いでこの元社員を逮捕した。ソフトバンクは2020年2月に事態を把握し、警視庁に相談、被害申告。元社員が利用する楽天モバイルの業務用パソコン内に同社営業秘密が保管されており、楽天モバイルが同社営業秘密をすでに何らかの形で利用している。 可能性が高いと認識。今後、楽天モバイルにおいて、当社営業秘密が、楽天モバイルの事業に利用されることがないよう、当社営業秘密の利用停止と廃棄等を、目的とした民事訴訟を提起する予定であること、引き続き捜査当局に、全面的に協力し、当該元社員への損害賠償請求を含めた、措置も視野に入れて、今後の対応を検討していくことを発表した。 また、楽天モバイル側も状況報告がなされたが、楽天モバイル広報部によると逮捕された人物が弊社に在籍していることは間違いないが詳細についてはお答えできない。警察の捜査に全面的に協力していくと取材に答えている。5月6日、ソフトバンクは元社員と転職先の楽天モバイルに対し、 10億円の損害賠償と基地局の使用差し止めや廃棄などを求める訴えを東京地方裁判所に起こした。持ち出された情報が楽天モバイルが業務上利用するサーバーに保存され、他の社員が見られる状態にあったことを確認していると主張していて、今後の審理の状況に応じて請求額が増えることがあるとしている。日本テレビ系、富士テレビ系、TBS 系。 テレビ朝日系、ありがとうございます。